高校国語「古文」二章「音便」黒板の方を見てください今回の「クロスワード」今回は「音便」について現代文と古文についてクロスさてて考えていこうまず「音便」とは言葉を発音するときに発音に便利なように言葉が変化することこれを「 音韻と言います。いいね。今回はクロスワードをちょっと逆にして考えてみよう。古文で書き手と言った場合は。書いてとなります。いいね。そして今だって。書いてはポン。手紙を書いて出すというふうに、そのまま書いてを使ってるよね。いい。このようにして、書き手のき。きのところが。いに変わるようなことを。四韻っていうんです。 こっち見てくれるまず「い」に変化した場合には便「ンビンそれから「う」に変化した場合は「う」ビンそして「うに変化した場合は便「発音ンつ」うん、に変化した場合は発音便「ンビンっていうんだ。いいね。この「つ」のところは表記は大きく書けても読む時にはちっちゃくつまっていったって読めばいいわけ。いいね。これについてこれから詳しく勉強していこう。 ポイントの1動詞の音便です黒板を見てください動詞の音便主に余談・なげん・らげんの連用形にテーりがくっつくときに発生します全部で4種類 E 一番最初はイ音便ですで、このイ音便なんだけども E が来てるからイ音便です いが来てるからイヨンビンですいいねそして定期試験ではこの聞いてとか聞いたりを元の形は何ですかってよく出るよねだから今回その練習やっておくよでは最初この字から動詞をイメージします終止形はポン動詞の聞くですいいねこの聞くに以外てたりがくっつくと元の形は聞き手聞きたりになります大丈夫ねそうするとこのてたりがくっつくことによって この聞き手が意外聞き手聞きたりが聞いて聞いたりっていうふうに発音しやすいように変わったのそれを音便っていうんだよねだけど試験の時にはこの聞いての時にはこの動詞聞くをイメージしてそして連用形手の上は連用形たりの上は連用形ですからこれをこっちに戻せるようにすること次急急いで急いだりででりきますこの漢字から終止形をイメージしようポン 動詞急ぐです。いいね。急ぐっていう言葉に定たりをつけると、定たりは連用形にくっつくわけですから、ポン急ぎて急ぎたりとなります。いいね。だけどこの定たりは音便になると実は急いで急いだりになります。ここにはこういう公式があります。ポンが行馬、ま、行馬、ま、行な行の音便の下に定たりが来るときにはでだりとなるわけ。だからこの急ぎてのて が行ですから急ぎたりのこのぎこのぎはが行ですからてたりはでだりになるわけだけどそんなにこのところ意識しなくたって今だって急いでいくよって言うじゃないまた急いだりしないでなんて言うよねだからそんなに気にしなくてもわかると思うよ次いきますポン二番目うおんびんですいおもうておもうたりっていうふうになる場合このうが出てきたらもちろんうおんびん元の形に戻そうそれは まずこの字からその動詞の終止形をイメージしますポン動詞の思うですそこにてたりをつけますそしたらこの思うは四段活用ですからね、明らかに連用形は思うひんなりますいいよポン思いて思うたりになりますいいねそうすると試験の時にはこの思うて思うたりが思いて思いたりに直せればいいわけいいね次行きよ多能で多能台です もちろん右音弁この字から元の動詞をイメージしようポン動詞頼むですいいね頼むに連用形がくっつきます四段動詞の頼むと考えますよはい頼みて頼みたい。もちろんこっちの方式からこのてたりはでだりになりますいいねですからこの頼みて頼みたいが発音の便利なように頼,う頼んで頼うだりになったわけはい次ポン三番目 発音便です飛んで飛んだりこのようにして「うん」ってなる場合を発音便って言うんだそしてこの字から飛ぶがイメージできますそして飛びて飛びたりこれがこちらの公式から飛んで飛んだりしたがって定期試験ではここの部分がここの部分がこちらに戻せるようにしておくこと次死んで死んだり元の形は 動詞はこの死ぬこのこの字からイメージできるすると死にて死にたりいいねそしてこの死にて死にたりが言いやすいように死んでまた死んだりってなったわけ,いけよ次ポン速音瓶最後だよこのようにして立つって立ったり表記は大きいんだけど読むときには立って立ったりって読みますいいねこの立って立ったりはこのちっちゃくないこのつ詰まるところの音を速音瓶って言うんだけど 元の形はこの立つが立つ動詞は立つだよだから立ちて立ちたりだからもしこの立つっていう単語立ってのところをこの部分を、ね、元の形は何ですかと言ったらこれを定期式では答えればいいわけいいね今度はあってあったいですこの元の形動詞はあるですありですいいねらへんのありでしたしたがってありてありたりこれが例えばね発音のしやすいように変化したのがあってあったいですいいね このようにして動詞の音便っていうのは全部で四つありました。いいですか遺音便。右音便。発音便。即音便。この四つをしっかり覚えておいてね。ポイントに形容詞の音便です。黒板を見てください。形容詞の音便。形容詞の音便には。音便と。 右音瓶の二種類ありますまず最初右音瓶からいきます本活用の連体形に発生しますいいね形容詞は本活用と保持活用があったね例強い人強いかなこの強い強いを元の形にするとどうなるのかまずこの字から形容詞の終止形をイメージしようポン形容詞強しでしたこの強し のところの活用表が分かれば、連体形ですから、強き人、強きかなとなります。いいね。定期試験では、この強い人、強いかな、のところを、元の形に直せ。なんていう問題が出た場合には、強き人、強きかなってすればいいわけ。いいね。だけども、穏便の場合はね、この強き人、強きかなが。言いにくいので、もっと言いやすい言葉で、強い人、強いかなって言ったの、穏便というわけ。いいね。次いきます。 美しい美しいかなもちろん「い,い」「い,い」が出てるから「い」「四便だよ「い」いねこの「美し」の終止形をイメージしてみようポン形容詞「美し」ですこれも活用表が分かっていればもちろん連帯形なんですから美美しし人かかなとりますよねこの「美しき人」美しきかな「美しかな」を言いやすくするために「美しい人」「美しいかな」ってなったのが「音便」いいね「い」ねそして試験では元の形に戻せっていうのが重要。 したがって美しい人を美しい人に戻せるように練習すること。次行きよ。ポン、2、ウオンビンです。本活用の連用形に発生します。いいね。同じように強って強なるのところ、このウのところがウとなるから当然ウオンビンなんだけども、元の形に戻すためには形容詞、強詞をイメージしよう。そうすればこの強詞の活用が分かれば、はい、手とねなるのところは当然連用形にくっつく。 だから強くて強くくてななるになりますねですから強うて強,強うなるのところを元の形に直せって言われれば強くて強くなるだけどもこの強くて強くなるが言いにくいから強うて強うなるになったわけこれをんんって言うんだよ次「美しゅうて美しゅうなる」「う」ですからもちろん「うおんん元の形はやはりこの「美しをイメージして終始形が「美しい」。 ててななるるの上は連用形美美しくて美しくく大丈夫このところが言いにくいから「美しゅうて美しゅうなる」っていうふうに発音するようになったわけこのようにとにかく音便っていうのは言いにくいところね「美しくて」のところを言いやすいように変化することを「美しゅうて」と言ってそしてそれを「音便」というわけだけど試験の時にはここのところ「美しゅうて」を元の形に戻せるようにすることが大事なこと頑張ってね ポイントの3発音便の運が消えるケースです。黒板を見てください。発音便の運が消えるケース消滅する。発音便なんていうときもあるよ。ラヘンラヘン型の連体形になり、メリベシが来た場合、このなりは伝聞推定の助動詞ってことも大事。遺伝。その場合にはルの発音便の運が。 消えることがあります。いいですか。そして、このなりとめりとべしの助動詞の接続も思い出して。例えば終止形、ただし。らへん型には連体形でしたよ。いいね。では、一個目、アメリカからいきます。アメリカは元の形はポン。あんまりといって、このあの下に運が入ります。で、実は、このあんっていうのはいいですか。らへん動詞の連体形なんです。 ラゲンの連帯形だから元の形はポン動詞ありの連帯形の「ある」が来てますからアルメリですいい、ね、この「あるメリが言いやすいために「アンメリになってしまってそして最後はさらに言いやすく「アメリというふうにまあ表記してしまったでも読むときには「アンメリっていうふうに読んでおいてねいいねそうするとここの「アメリが出てきたならばこの「あ」の下に「運が隠されてるわけです 隠されてるわけですから運に戻して最後はアルメリってわかるようにしておくこと次例文の2美しい壁しですいいね元の形はポン美し勘べしですいいねそしてこの美し勘というところは実は形容詞の補助活用ですかららへん型でしたらへん型の連体形だから元の形はポン形容詞美しいいいねこの美しいのところにベジがくっついていて 美し借りべしなわけこのルが言いやすいためにうんとなったわけで表記は美し借りべしとなっているんだけどもこのかの下にはうんが隠されてるわけだから読むときには美し借りべしって読めばいいわけだから僕らはこの美し借りべしが実は美し借りべしが元の価値だってわかることがすごく重要次行けよポン例文の三です静かなべしですこれ元の形は静かなんべし 形容動詞の連体形でしたこの形容動詞の連体形こっち見てくれるやっぱり形容動詞のね活用は2以外のところと以外のところはらへん型だったよねだからこれは形容動詞の連体形ですそうすると元の形は形容動詞静かなりがあって静かなるべしとなるわけいいねこの静かなるべしがなんべしになって表記しない形になって でも実ははここには運が隠されている読む時には静かなんべしと言えばいいわけだから我々はこの静かなべしのところが、ね、静かなるべした元の形はこっちだったことをはっきりとパーンと、ね、すぐに思い浮かべるようにしてください次例文の472ですこの72の元の形は何な,なりこの難は断定の助動詞なんです断定の助動詞のところも2以外のところはらへん型ですいいですか そうすだから「なるなり」だったわけその「なるなり」が言いやすいために「なんなり」になってしまってこの「運が表記されない形読むときには「なんなり」するわけだから「ななり」になるとちょっと分かりにくいんだけども「なんなり」のときには元の形は「なるなり」なんだそしてこの「な」のところは断定なんだって考えておくといいと思います。 練習黒板を見てください次のあからきの音便の種類と元の形を答えろです一馬に蔵置いてぞ乗ったりける馬に蔵を置いて乗ったぐらいの意味だよまずあからいきますいですから四音便 それは簡単。だけど元の形、この字から元の動詞の終止形をイメージする。置くでした。連用形は置きとなるよね。まず余談動詞の連用形に主に発生するんだって覚えておくといいよね。だからイオン瓶であって置きです。答えはポン。次いつですから。 これはもちろん即音便表記するときにはこのように大きく書くことが普通です。読むときには「乗ったり」と読むよ。そしてこの字から終止形イメージすると「乗る」です。だから連用形は「乗り」。いいね答えは「ポン」「即音便で乗り」となります。次でです憐れんで解き放ちてて許しつ気の毒に思って解き 放って許した。まず運ですから当然これは発音便です。いいね。そしてこのあわれんのところからあわれむという動詞をイメージしてください。連用形に発生しますからこれはあわれみとなります。答えはポン発音便であわれみとなります。三番よう 明かしたもうてけるししなさってしまってまたこれはね「うおんびんだ」っていうのはこの分かりやすいところなんだけどもでもこの「たもう」っていう単語が難しいよね敬語っていうんだこれね「はひふふへへ」へへに活用する「四段同士」って覚えておいてそうするとまあおんびん系は四段同士の連用系に主として発生するんだってことを覚えておいても分かるんだけどもね。 したがってここはウオンビンでやって連用形でやって玉、ヒトになります難しいね、でも頑張れよ、ポンウオンビンの玉、ヒトになりますいいね、次行四よ4、筒の中に人が美しゅうていたり筒の中に人が変わりしい状態で座っていたお、美しゅうですもちろんうですからウオンビン 大丈夫、ね、でこの「美し」は形容詞形容詞のんびんは本活用の連用形に発生するしたがってここは本活用の活用表がしっかり分かれば大丈夫「美しく」でしたしたがってんびんのいいですか元の形は「美しく」答えはポンんびんの「美しく」です。次世世のののの中中にに物語というも 物語というものがあるそうなのだがこの「あんなる」の場合は「消滅する発音ピンと覚えてらへん」および「らへん」型には「らへん」型に「伝聞推定の「なる」とか「メルとか「べじ」がくっついた場合には「あん」になってその上の「らへん」「らへん」型が「あん」になってねそしてなくなってしまう「る」が「うん」になってなくなってしまうそのパターンでした。だから このアンっていうのは世の中に物語というものがあるとなりますからラヘンだからラヘンだよねそのラヘンの連体形がきますですから答えは発音便であってこの部分は消滅する発音便の連体形だからアリの連体形であるが正解はいポーン発音便であるですね難しいんだけどもいいかい消滅する発音便は、ね、定期式にもよく出るからちゃんと復習しておいたよ六番 人の志人しかんなりいい、ね、ここはこの等しかの下にやっぱり運が省略されている形こっちらと同じだよ消滅する発音便っていうのがあるわけ。らへんおよびらへん型の下にですね連帯形の下に伝文推定の「なり」とか「めり」とか以外「べし」が来た場合にはそれはその消滅する発音便といってこの運のところがなくなっちゃうんだよね消えちゃうわけね。ですからここはは元の形は人の形人 愛愛情情ですね愛情が等し同じだ,のだから同じだと聞いているというこのなりもやっぱり伝聞推定だから元の形は同じだ僕の身長とみんなの身長が同じという等しいという形容詞のこれは補助活用なわけだからこの部分は元の形は形容詞の等しかるが正解になります難しいねもう一回ねらへんおよびらへん型のところにはですね 以外伝聞推定のなりとそれとメリとベジがくっつくというその部分以外その部分はもう一回覚えてこと答えは当然のごとくポン発音便で等しかるです最後のパターンが難しいけども頑張ってください